6月27日からウィザーズ公式による MTG プレイヤーが対象のアンケートが開始されていますが、皆様もう回答されておりますでしょうか。私も先日自分がどのような回答をしたか動画で記録しつつ、私が普段動画で発信しているような MTG の最近の商品展開についてなど思うところを率直に回答してきました。ウィザーズ側がこのアンケートで MTG プレイヤーから得られた回答をどの程度今後に反映する気があるのか疑問ですが、それでも MTG をたしなむ者として一人一人がきちんと公式に対して意見を伝えるべきだと思っています。選挙と同じです。さて今回の動画ですが、その MTG 公式アンケートに答えていく中で、私がおやと思ったアンケートの設問がありましたので、それについてお話ししていきたいと思います。その設問がこちら。以下のビデオゲームについてあなたがプレイしたことのあるものをお選びください。現在もプレイを続けているものはありますか、というものです。選択肢としてリストアップされているものですが、ポケモン、遊戯王マスターデュエル、ハースストーンなどの MTG のライバルであるカードゲーム関連のもののほか、ゴースト・オブ・ツシマ、ラスト・オブ・アス、ゼルダの伝説など、およそ MTG との関連がなさそうなタイトルも列挙されています。この設問の意図は何だろうと考えて、私は最初ポケモン、遊戯王などのタイトルが目に入ったことから、 MTG プレイヤーが MTG のライバルたる他のカードゲームをどの程度遊んでいるのかを調べたいのかと思いました。ジャンプの読者アンケートにもマガジンやサンデーを買っているかどうかの質問がありますよね。あれと同じかと思ったのです。ただそれならゴッド・オブ・ウォーなどのカードゲームと関係ないタイトルが入っている意味がわかりませんよね。単純に MTG プレイヤーがどういう傾向のビデオゲームをやる傾向にあるのか調べたいのかもしれないと思いましたが、それなら選択肢をこれらのタイトルに絞る必要はなく、やっているゲームを自由入力で答えさせればいいわけですし、それにこの選択肢の中にマインクラフト、グランドセフトオート、マリオなどの超人気タイトルがもっとあるはずです。ここに列挙されたゲームタイトルのリストは、ウィザーズが何らかの意図があって選択肢として示しているのだと思います。そこで、私はこれらが選択肢として示されている意図が何か考えてみましたが、ファイナルファンタジーが選択肢にあるところから、もしかすると、これはウィザーズがユニバースビヨンドで出すコラボ先の作品として、検討しているもののリストではないか、という考えに思い当たりました。これらのうち、アンケートの結果を見て、MTG プレイヤーからの反応が良さそうなものを、ユニバースビヨンドとして、カードセットを作るつもりなのではないかと思ったのです。ご存知の通り、ユニバースビヨンド、つまり他作品コラボのカードセットは、どれも世界ではめちゃくちゃに売れまくっています。フォーゴトンネルム探訪は、歴代の夏発売セットの中で第1位の売り上げを記録していますし、ウォーハンマー 40K 統率者デッキは、ウィザーズの統率者関連製品の中で史上最高の売り上げを上げています。最新セット指輪物語中津国の伝承も世界的には相当売れていそうな気配ですし、今年の秋発売のドクター風統率者デッキも同じようにバカ売れするでしょう。ただ今挙げたコラボセットって日本では海外ほどには売れていないような気がするのです。ユニバースビヨンドでコラボしたセットって海外では有名で人気だけど、日本ではそれほどというものばかりですよね。ダンジョンズ&ドラゴンズは TRPG 好き以外知らなさそうですし、ウォーハンマーも TCG に限らず非電源ゲーム全般が好きだったり、 XBOX ゲームパスなどで洋ゲーを漁っている人でもなければゲーマーでも存在を知らないのではないでしょうか。指輪物語やドクター風も愛好家は多いですが、海外ほどの知名度はなさそうです。ただ今回のアンケートで挙げられているゲームタイトルは違います。日本でも知名度が高い作品が多いです。日本のメーカー発売のファイナルファンタジー、ゼルダの伝説は言わずもがなですし、ゴースト・オブ・ツシマ、ラスト・オブ・アスなども洋ゲーですが日本で売れまくっているタイトルです。日本でも人気のこれらの作品とコラボしたカードセットが出れば日本でもたくさん売れそうですし、これまで MTG に興味のなかった人が MTG に興味を持つ起爆剤になるのではという希望も持てそうです。以前出したアニメ風アートの動画でも言いましたが、私は MTG が日本で海外と同じくらいの存在感を持ち、ポケカや遊戯王などと同じくらいの人気 TCG になることをいつも夢見ています。私の予想が的中していて、これらのタイトルとコラボしたユニバースビヨンドが出て
日本で MTG が流行るきっかけになったらいいな、というお話でした。最後に、MTG とは全く関係ない余談です。選択肢の中にある、ラストオブアスというゲーム、1と2がありますが、そのうち1の方は、私がこれまで遊んできたゲームの中でも10本の指には入るほどの名作です。最近はドラマも制作されていますし、興味があったら視聴者の方にもぜひ遊んでほしいです。2の方は、私が率直な感想を言うと、先日の加藤英邦さんのプチ炎上の二の舞になりそうなのでノーコメントで、以上です。